ロングホームルーム編ということでこちらになります。で、私ども水曜日の1時間目がロングホームルームという時間になっておりまして、50分学年クラスで過ごすという時間になっています。で、この日で今週の水曜日1時間目ちょっと教室の各学年回らせていただいたんですけれども、まず1枚目、今ご覧いただいているのが中学3年生の様子ということになっています。 えと、先週でしたかね、あの、中学3年生のね、修学旅行のお話、担当の先生からお話を聞いていただいたんですけれども、まあ、それが終わり、そして中間テストも終わった直後というところで、いよいよ、まあ、ね、3年間で一番大きな行事が終わって、この後、ね、中3の子たちには、えっと、文化祭、それから体育祭、合唱祭を経て、高校進学というものがね、待っています。で、それに向けて、まあ、行事と、 高校に向けてのその準備っていうのをどう両立していくか。そして、これから起こる行事テストがどんな意味合いを持っているのかっていうね、この後の、ま、来年の、来年に向けて、来年度に向けて、ま、高校に向けてのね、心構え、それから、あの、どんなことがあるかっていうことで、ね、詳しいお話が、学年の先生それぞれからね、行われているというシーンになっています。本当シーンとしたね、雰囲気で生徒さんたちに耳をね、傾けているのが印象的でした。 月がね、ちょっとなんか変な画角になってしまって申し訳ありません。先ほどね、インタビューに出てくださった学年、中1学年主義の先生のホームルームの様子ということになっています。で、この日は中学1年生の生徒さんたち、初めての投案、まあ、各ね、あの授業の中で投案返却が行われるんですけれども、まあ、あの、うちの学校もね、投案を受け取るときのお作法がありますので、それの、ま、どうやって受け取ろうかなっていうそのルールの、 先生から伝えられているところ。それから、あの、えっと、ベネッセの学力推移調査っていうものもね、あの、私ども中学生受けておりまして、その結果も並行してね、返される時期になりますので、まあ、その結果を見て、こう、中学校生活今後どうしていったらいいかなっていう、まあ、データの見方なんかもね、あの、担当の先生、あの、学年主義の先生からお話をね、されているというところになっています。で次がね、高校1年生のホームルームの様子ということになっています。 この後、9月下旬の文化祭に向けて、高校1年生は各クラスでイベントを企画して、お客様を招いて行うというのがあるんですけれども、それを決めているというシーンで、生徒さんたちが先頭に立ってやっているということになっています。 本当にね、購入生、内申生。まあ、私も今の高一の生徒さんたちはね、ちょっとあまりこう、あの、中学の時、あの、こう、お会いする機会がなかったので、どの子が購入生か内申生かというのはちょっといまいちわからなかったんですけれども、それでもこう、取材をしていて、和気あいあいと、こう、なんか何、両陣営がこう、対立するなんて全く感じられず、楽しそうにね、やっているのがこう、印象的でした。で、気を使ってね、あの、ポーズまで撮ってくれるというようなね、子たちもいました。本当にありがとうございます。 ととといいいうううようななののが今週の水曜日ロングホームルームムル時間目ということになっています本当にこう生徒さん同士それから担任の先生とね生徒さんたちでお話をしながらそれぞれの学年でねこうあの時間を過ごすっていうのがなんかすごくいいなと思いましたまた今週もねうまく撮れたらあの次の配信の中でねロングの様子をお伝えできればと思っていますご覧いただきましてありがとうございました